総理からの伝言ですと、うん、青山さんもいつまでも嫌だと言ってないで、うん、選挙出るべきだで僕は即座に、はい、だいたい安倍さんがなんで直接言ってこないんですか、長い友達ですから、もう偉そうですけど、青山さんといえども、うん、団体回らないと、うん、こんな急に出馬宣言して、うん、受かるわけないんで、うん、さあ始まりました選挙 .com チャンネル、私 MC を務めます編集長の鈴木邦和です。そして本日もスペシャルゲストにお越しいただいております、自由民主党の青山茂春参議院議員です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スペシャルですか？スペシャルですよ、青山さん、ありがとうございます。全然スペシャルじゃない なんでそんなことおっしゃるんですか。もう我々からしたらスペシャルゲストですよ、青山さん。もうこれってでもいつも現職の国会議員が出てるんでしょ。はい、あの実は同じじゃん、ご出演いただくんですけれども、うん、あのまあ、私もですね、個人的に青山さんもテレビでずっと拝聴して、拝聴であってますか、しておりましたし、昔、今もあの YouTube でたびたび青山さんの動画出られてるんで、もう本当にあの今日はですね、ご本人来ていただくということで、ちょっと私ドキドキしてますけれども、はい、よろしくお願いします。別に僕断るわけでもないから。あ、本当ですか、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、ありがとうございます。はい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 、ということで早速なんですけれども、うん、もう皆さんもですねよくご存知だと思いますが、青山さんのプロフィールを簡単にご紹介をさせていただきます。1952年生まれ、71歳大阪府ご出身ということで。これ違う、あれこれ全然違いますね。あの神戸生まれなんで。本当ですか。都道府県で書くんだったら兵庫県出身。これ大変な間違いをしてますね。いやいや、すみません、まあ、ちょっとあの後で訂正します。京阪神って意味ではそのエリアだけど。本当ですか、申し訳ありませんでした。ちょっと訂正をさせていただきます。僕は大阪人とはまたタイプ違いますね、やっぱり。あのどっちか典型的な、ちょっとかっこいい方かもしれない、神戸っ子ですよね。大変失礼しました、はい、ちょっとここ訂正させていただきますね。大阪って言われたのは初めてですね。本当ですか、すいませんでした、うん、申し訳ありません。まあ、訂正するんだったらついでに71歳のところを21歳にして、はいはい、そうもいいですか、訂正しちゃっても、はいはい、ちなみに21歳ダメです、あの選挙権ない、非選挙権がないんで、ちょっとあのちょっともうちょっとだけ、はい、あ、そうか、はい、31でいきますか。確かにね、はい、いきなりあの、信じてもらえないことを言いたくないんですけど、あの名前やめますけど、ある代表的な病院で長年人間ドックを受けてるんです。体内年齢が、まあ、むちゃくちゃに異様に若くて。え、あ、そうなんですか。おいくつぐらいなんですか。いや、これ、ね、言いたくないんですよ。この間どうしてですか。あまりにも信じがたい年齢書いてあるから、その最後総合審査って医者さん出てくるじゃないですか。これ間違いでしょって聞いたら、いや我々も間違いかと思って何度もやったんですけど、こうですと。あの基礎代謝とか血管の若さとか、それでこう言いたくないの。いやいや、教えてください。おいくつぐらいですちなみに。あ、だから、選挙権がないんです、非選挙権じゃない、本当ですか。それで基礎代謝量がまずね、あの年齢別にちゃんと一覧表で出てるんですよ。はいはいはい、はい、それとまあ同じ71歳と比べると、信じがたいぐらい差があるわけですよ。まあ、代謝がいいっていうのは友達みんな知ってますけどね。青山さん、今日、この玉の中に一つあの健康の秘訣はって入れていいですか、これ。健康の秘訣ないんですか。ないんですか。なんか教えてください、ぜひ。健康じゃなくて、むしろ不健康かもしれないけど、あの階段、はい、あんまり言いたくないんですけど、自宅が、30階以上なんですけど、階段で、登るんですか。まず朝出る時降りて帰ったら登るんですよ。それはでも健康のためじゃなくて、はいま、はい、だにアルペンのスキーをやってるから、はい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 、足腰を維持するために。でも30回ってえげつないですよね、はい、飽きちゃうんです。だいたい飽きっぽいんで。普通の人登れないと思いますよ。僕無理だと思います、30回は、うん、何分ぐらいで登ると思います。1回登るのに30秒は厳しいんじゃないですか、ベレージで言うと。だからこれは1分だから30分はかかるんじゃないですか、うん、いやいや、あの僕は調子いいと6分台です。かかって7分台。本当ですか、はい、で議員会館は、議員会館は公のとこなんで、12階建てなんですよね、一番上で、それもあの調子が悪くない時は、つまり今日調子悪いんですよ。言って残念ながら、海外とやり取りしてる間に朝になっちゃったんで、時差があるんで、昨日は歩行だからマシと思ったら、結局朝までかかっちゃったんですよ。だから今日調子悪いですけど、そうでなければ、
12回を2分40秒で上がるんですよ、はい、すごすぎる。健康の秘訣じゃなくてこれやっぱりキレがある滑りしたいから、はあ、そこが目標なんですね。でも、はい、多分あの議員会館の階段を使ってらっしゃる議員の方多分 お一人だけですよ。あの身長2メートルの朝日健太郎ね、彼が4回かもうちょっと上かな、まあ途中までは、彼はそういうところにいるから、階段、なるほどなるほど、はい、そこまでだったら階段で確かにね。ただ僕みたいにあの10回って上がってんじゃなくてゆっくり普通に上がってる、はいはい、すごいな、はい、ちょっとびっくりしましたけども、本当になんで急にこんな話になるんですかね。いやすごい、はい、でも写真すごいですよ。ああ青山さん、そもそも多趣味じゃないですか。でスポーツもたくさんされるから、うん、やっぱそういうのも健康の秘訣なんですかね。いやどうだろうね、あれスポーツって健康に良くないですからね。あそうなんですか。鍛えすぎっていうのは。あそうなんですか、うん、ちょっと、ますます分からなくなりました、青山さんがなぜ。あ確かにこれは単に体質で、あの我がおふくろは武家の娘の誇りある面白い人だったんですが、お母さんの母乳のおかげで、あの基礎代謝も高いし、昔からですから、言ったら即座に、だから大阪じゃなくて神戸ですけど、すいません違うわって言われて、はい、そんな2歳で終わりやって言われて、それは違ったんですね。はい、いやいや、ありがとうございます。もうなんか、はい、全然政治とは関係ない、あの話で、あの面白い話。裏金のやばい話とかするんでしょ。はい、ちょっと後ほどさせていただきます。いやいや、一応あのでも、はっきりさんのプロフィールちょっとご紹介しようかな。はい、はっきり言って清い意味ですから、はい、もういくらでも聞いてください。はい、あの数少ない清い方かもしれないですけど、いや下手すと一人かもしれない。すいません皆さん申し訳ございません。ほかの議員の方々、青山さん、はい、でもあのちょっとご紹介させていただきますと、もともとはね、共同通信社に入社されて、はい、でその後三菱総研で、お仕事されて、テレビ出始めたのでも、あそれはもう、あの僕共同に振られたは、うん、実は本も書かずに、はい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 、密かな原稿書いてましたけど、そこは僕の一つの信念で、共同通信報道機関に振られたは、あの一切そういうことせずに、でペルー事件をきっかけに三菱総研に誘われて、うんうん、そこからですよ、テレビも本も。あそうだったんですか、うん、はい、いやでその時から、ね、うん、もう本当にいろんなこと活躍さご活躍されて、実際あの、うん、まさにその政府の政策立案にも関わってらっしゃったと思うんですけれども、こう政治家になろうと思われたのはどうしてですか。政治家だけはなりたくなかった。なりたくなかったのに。これあの話を持ったり作ったりしてんじゃなくて、全くあの普段から誰に対しても本音のままなんで、まずあの僕は今国会議員です。確かに、はいはい、政治家になったつもりはないです。ほう、はい、どういうことですかそれは。日本の政治家のあり方は今回みたいな問題出る前から僕は認められないと言って、うんうんうん、でも人にどうせこうせっていうのは、まあ、性格的にも言わないので、こうできますよと、はいはいはい、いうことを今やってるだけで。なるほど。でもうちょっと話遡ると、共同通信で最初もちろん事件記者で、その後経済記者をやってから政治部に移ったんですけど、その政治部時代に選挙に出ろっていうのを何度か誘われて、これ別に本当話だから言ってもいいけど、一番すいません、ちょっと今日ね寝てないんで大丈夫です、いろいろつまんないですけど、はい、鳩山由紀夫さんがね、あの今や宇宙人になられた、はい、鳩山由紀夫さんが自由民主党を改革派として割って、はい、今政調会長にこの間なられた都会さん、都会さんなんかと一緒に新党先駆けって政党を作った、はいはい、若い人はもうもちろんご存じないです、はい、でそのちっちゃな党本部が赤坂にあって、当時記者で取材に行ったんですよ、でその前から自由民主党から選挙に出るって言われて断ってて、理由は間もなく言いますが、大げさですけど、で鳩山由紀夫さんに、あんた取材じゃなくて選挙出てよって言われたから、いや鳩山さん、僕と鳩山さん国家間違いますよって、新党先駆けって小さくともきらりと光る日本って、それを当然してたんですよ、理念にしてた、それ真逆ですって言った、日本が民主主義のリーダーなんで、それがちっちゃく一人で光ってたら、中国の独裁主義がアジアを覆うことになるんで、国家間逆なんで出られませんって言ったらね、はい、これあの鳩山さん事実の通りですからありのままに言いますけど、いやそんな関係ないんだよ。本当ですか。それ僕は全然信じられないですけど、何を言ったかというと、
鳩山さんね、ご自分ではまずそう思ってないでしょうか、あなた総理になるんですって言ったんです、うん、当時そんな話全然ないんですよ、うんうんうん、ただちょっと難しい言葉だけど騎士流利譚っていう言葉があって、はい、すいません不勉強で、いえ尊い種、流利って流れて離れる、譚ってのはあの難しい字ですけどストーリーって意味の、ほう、あ、はいはい、冒険譚とかの譚ですね、尊い方が、うん、流利の運命に遭われるというのが好きなんですよ、うん、義経とか、うん、義経伝説とか、うん、で鳩山家って本当は騎士と言えるかどうかはちょっと置いといて、うん、イメージ幸男さんのイメージとか、はいはいはい、鳩山家のイメージとかはそうでしょ、うんうん、それに押されて総理になっちゃうから、うん、これ単なるあの僕の推測でしたけど、うん、その人が国家間関係ないよっていうのは大きな問題だと、うん、はい、取材してる場合じゃないと、うん、あんたそれ直さなきゃいけないって言ったら、うん、そこまで言うの、じゃあまあいいよもう別に、はい、まあそういうふうにすごい話、え、本当にでも総理になっちゃいましたね鳩山さんね、そうです、話それてなくてですね、あのなぜあの出ようとしなかったかというと、祭り事って僕は呼んでるんですけど、はい、政治のように後から来た言葉じゃなくて、本来お祭りと同じですから、うん、お祭りって騒ぐって意味じゃないんですよ、うん、人のために祈るっていうことですよね、うんうん、それが祭り事だから、本来祭り事は恐ろしいもので、うん、例えばもうすごい端的に言うとね、うん、今から80年とかそういう前に、うん、もし昭和天皇と当時の、うんうん、アメリカの大統領が本物の首脳会談なさってたら、うん、日米戦争なかったと思います、うんうん、すると例えば中国大陸の戦争とかありましたが、うんうん、アメリカと戦争してなければ原爆落ちてませんし、うんうん、硫黄島の戦いも沖縄戦もなかったんですよ、そうですね、それは間違いないです、だから祭り事って本当に恐ろしくて、うん、まあ今の消費税もそうですし、うんうん、今高齢の方も中堅の方も若い人も物価高に苦しんでて、うん、で高齢の方も生活できない、若い人も生活できない、うん、はい、今日もここ若い町なので若い人いっぱいいましたが、うん、やっぱりまずそういう面で見ますね、大丈夫かなっていうね、うんうんうん、それ全部祭り事は決めてるんですよ、うん、祭り事は大事だけど、うん、選挙、これ選挙 .com ですね、はい、そうなんです、はい、商売の邪魔するみたいなこと、ね、いいんですいいんですいいんです、もうちょっと言ってください、はい、日本の選挙はここに必勝って書いてですよ、自分の名前をここに書いてね、はい、私が私が私が、はい、ウグイス嬢が名前連呼して、はい、名前植え付ける、はい、要するに自分を煮込む、うん、さっき言ったおふくろも知りましたが、うん、まあ、武家の娘、没落士族の娘なんで、うん、まあ、生活苦にあえいだ人ですけど、うん、本当は、うん、それだけに誇りだけ持ってて、うん、その親父も合わせて武家教育、うん、まあ、武家教育ってのはおかしいですね、現代ですから、うん、ただ背筋が伸びる教育を受けたんで、うん、自分を売り込むことはしないんです、今もしないんです、うん、議員になってても、うん、だから選挙に出られませんから、うん、民主主義なので、なるほど、国会議員になることはできませんっていうことだった、なるほど、なるほど、それがそうだったんです、ね、ちょっと話長くなっちゃったかもしれないけど、いい、8年前ですから西暦2016年、はいはいはい、平成28年の1月4日に、はい、今ある意味話題の世耕弘成、うん、当時の官房副長官が、うん、安倍政権の官房副長官がお見えになってですね、うん、これ総理からの伝言ですと、うん、青山さんもいつまでも嫌だと言ってないで、うん、選挙出るべきだで僕は即座に、はい、だいたい安倍さんがなんで直接言ってこないんですかって、まあ、長い友達ですから、もう偉そうですけど、実は友達でした、年代も近いしね、安倍さんがなんで来ないんですかって言って、いやこれ正式な依頼だからって、正式な依頼で、まあ、官房副長官も偉いからなと一応思って、そしたらやっぱ聖子さんって大した人でね、今は本当に批判の嵐だけど、僕のおっしゃったのが、青山さん言うこと矛盾してるよと、なんか安倍さん乗り移ったみたいな感じちょっと言い方が安倍さんっぽいですね確かに、はい、今日テーマにあるみたいですけど、あなた憲法9条変えろって言ってる、うん、ね、うん、ということは多数は形成しないといけないと、うん、一番改正しにくいであれば9条を変えろって言うなら、うんうん、ね、もしあんたが出たら、うん、あなたが出たら、あんたってのは安倍さんの言い方ですね、世耕さんはあなたが出たら、うん、すいません当時は、うん、あの結構テレビに出てて、うんうんうん、関西テレビのスーパーニュースアンカー青山のニュースズバリってコーナーは、はいはい、あの選挙率って言うんですけど、視聴率で当てになるんですが、30数パーセントいったり、凄まじいですね、うん、この間ねミヤネ屋って出たら、あの時裏番組の読売テレビのディレクターでした、ディレクターでしたって言って、いや青山さんがあの番組を読めて議員になってくれて本当ホッとしてる
そりゃそうでしょうね。えだって夕方のニュース番組で選挙率って異常じゃないですか。そのなんか、ね、特番のなんかバラエティとかでたまたま出る数字なら分かるんですけど、僕も素人ですけど。いやいや僕だって素人ですけど、打ち合わせなしで出てて、カンタルの報道局はまあよく英断ですよね。いやそれで、すごいですね。安倍さんとか瀬子さんはその情報を持ってて、で当時選対長茂木さんだったかな、茂木さんは、まあ、知らないよって感じだったらしいけど、安倍さんと瀬子さんは僕の、まあ、瀬子さんから伝言でおっしゃったのは、あなたが全国比例出たら参議院の、その票で下の人が 2,3 人救われて、それで自由民主党単独で参議院の過半数をやっと回復できると、9条改正っていうなら当然公明党は抵抗しますし、そこは入り口でしょ、じゃあ自分でやるべきだ、ほうなるほどと思って即断断ったの断ったんですか。なんで今のお話私は筋通ってるなと思ったんですけど、僕も思ったよ、言いましたよ瀬子さんに、それ通ってますね、でも私はやりませんと、今の選挙の制度では出ませんと言ったらですね、瀬子さんってタフネゴシエーターであるのは間違いないから、はい、今回はお金の問題で明らかに瀬子さんのハンドリング間違ってると思うけど、1月2月3月4月5月6月ずっと来るんですよ。うお参議院選挙前諦めを知らない人、へえ、それで当時の参議院選挙の公示日が6月22日だったんですよね、で6月の半ば過ぎちゃったから、いくらなんでも間に合わないじゃないですか、だって本当は1年前に、1年以上前に公認決めて1年前の党大会でお披露目して、そこから支持団体集めていってうんぬんかんぬんやるわけでしょ、それがまああと数日でしょ、だからさすがにまあ言葉悪いけど、やっぱ生涯もうその時から60代でしたからね、年齢が、国会議員やらずに済んだなと、祭りごとに直接関与しなくて、ジャーナリズムだけで申し訳ないけど、まあ本当はその時はここに出てる通りシンクタンクの社長なんで、ジャーナリズムではとっくになくなってて、実務安全保障などの実務やってたわけですけど、それでも申し訳ないけど、ならなかったなと思ったら、月曜日の午後2時半頃ですね、安倍さんから電話かかってきたんです、この携帯にかかってきて、それで安倍晋三って出るでしょ、それでまずそこでびっくりしたのが、僕から安倍さんに山ほど電話するんですよ、消費増税すんなとか、政策に関していろいろご助言をされるとき、ご助言っていうか、まあ、意見交換文句ばっかり文句なんですねいいと思うと電話しないから、なるほどそうですね、まあ、友達ってそんなもんじゃないですか、で安倍さんの方から電話かかることって、まあ、めったゼロではないけどめったないんで、僕はてっきりテロだと思ったわけっていうのは専門分野が本当にあそういうことですか、ごめんなさい、ここに書いてる専門分野はちょっと違ってて、本当は安全保障危機管理、なるほど、外交それから資源エネルギー情報なんです、政治が専門って評論家じゃないんで、すみません、それでいやいいんですよ、それで危機管理が大事な専門分野の一つだから、危機管理って要は国にとっては防災と災害とテロですけど、災害はすぐ発表しますよね、ていうかすぐ分かる、テロは一旦伏せるんですよ、なるほど、本当は何なのか見るために、だから総理からニュースに何も出てない段階で、総理から電話かかったのはテロだと思って、これで総理どうなさいましたかって言ったら、ああ青山さんさんやっぱ選挙出てよって言うんですのんきな声で、めっちゃ上手です、ね、いや上手じゃないですよ、上手ですよ、安倍さん頑張ってボイストレーニングもやったんですよ本当は、そうなんですか、別にもう言っていい、もうっていうか生前でも言っていいと思うけど、あそうなんですね、でも僕と話す時はボイストレーニング受ける前に戻っちゃってるから、もう昔からの素のお付き合いだから安倍さんに新総裁に戻ってるから、僕が怒ったら、全然あの人もめげない人で、僕の総理忙しいんじゃないんですかって、副長官に6ヶ月断ってんのに、なんでこの話なんですかと、こっちも暇じゃないんですよ、その通りです、今月曜日の2時半でみんな仕事してますよって言ったら、全然めげない人だから、あんたが議員になったらさ、まず外務省変わるなこれ僕ショック受けて、まあ確証は何にしてもその点はおそらく聞かれてるんですよ、外国じゃなくて、日本のそういうことやんなきゃいけない正式な機関から多分聞かれてるんですよ、だから僕は思わず、現職の総理がこれ外務省批判してるのと同じじゃないかと、変わらなきゃいけないみたいな、だから思わず大丈夫っていうこと聞いたら、全然目がないで、それから経済産業省も変わるなって言ったんですよ、
だからさっきね専門分野に資源エネルギー入ってるんですよって申し上げたんですが、日本は海洋国家で今まで取れなかった海の中にね、つまり水圧があるので海の中の資源は取れなかったんですが、海中ロボットの出現で取れるようになってきてるんですよ。もう資源だらけなわけ、有名なメタンハイドレートだけじゃなくて、コバルトリッチクラストとか、海底熱水鉱床とか、マンガン段階とか、レアアースデーとか、レアアースデー言ったら日本の海で試しに取ったやつがね、5000メートルって深いところだからコストこれから軽くすると大変ですが、でも純度は中国の陸上産の20倍以上なんですよ。すごいです ね、だから安倍さんが経産省も変わるなって言ったら、その一言で長い付き合いですから、自分で自前資源をできるような経産省に変えろっていう意味なんですよ。ガミシャ変わるなってラッチのこと言ってる、はい、安倍さんに拉致問題の取り組みについてたくさん意見してたから、だから拉致自前資源、でもちょっとびっくりしてるじゃないですか、そうしたら最後にね、だいたいあんたがさ朝8時今朝も8時に経済産業部会ってあったんですけど、その住民と一生懸命やってる部会ね、これはまあ裏金もらってる人であっても部会に出て一生懸命やってる人もいるわけですよ、全然来ない人もいるけどね、であんたが取材じゃなくて、あるいはシンクタンクの社長じゃなくて、この安倍さんすごい正確に言って、当事者で部会に出て発言したら、自民党議員変わるなって言ったんですよ。うまいこと言うな、やっぱりこのタフネゴシエーターは人たらしは。でも安倍さんが言ってことはやっぱ本当にそう思ってらっしゃる、事実だから言ったわけじゃないですか。まあそう思いたいですね、人たらしなのも事実ですけどね。ただあの適当なことを言う人では全くなかったです。で、あの初めてじゃあ考えますって言ったんですよ、これ生まれて初めて。それでも考えますだったんですか。いや、それ切ってから即座にやっぱり嫌だと相当頑固ですね、安倍さん。性格全く頑固じゃないですね。あ、すいません、失礼しました。いやいやいや、全然いいんですよ、政治家になるかどうかっていうことに関して、はっきりと人からどう見られると別に何とも思ってないから、の頑固であってもなくてもいいんですけど、やっぱり人の意見は実はよく聞く方なので、ただやっぱり例えばウグイスを雇ったりうんぬんかんぬん、ウグイスの方が悪いんじゃなくてね、やっぱそういうことは僕は一も織り込むことはできないので、安倍さんが今言った外務省変えなきゃいけない、経産省変えなきゃいけない、住民主と変えなきゃいけないっていうのはやっぱ外からやろうと思って、それで断る決心をして、でちょっとあの家族の話で悪いけど、皆さんには申し訳ないけど、母ちゃんがですね、配偶者がね、かっこよく言えば、日本女性初の大型船の船長で、で実は海洋資源のメタンハイドレートの特にあの専門家で、それで僕はもうすごい苦労してきたわけですけど、選択は結婚して、40年ずっと自分でやってきたな、当たり前ですけどね、船に出られてるからってことですね。ちっちゃい子供2人残して1年間の栄養公開行ったりしたんですけど、でさっきのお袋が怒り狂いましたよ、そんな嫁ありえんしろって言って、お母さんの嫁じゃなくて俺の嫁だと。まあそこまで話してると時間なくなっちゃうけど、でもその母ちゃんがですね、かっこよく言うと配偶者スパウスが海明っていうね、あの海洋研究開発機構ジャムステックの船に乗るので家をこう出発したんですよ、あの港に向かって埠頭に向かってね。それで俺、安倍さんに答えるからさ、あの安倍さんが電話あったことは何でも話すから話してて、そしたら黙って行ったんですよ。黙って行って、今まで僕は断ったのって知ってるから、今どれだと思ってさ、安倍さん電話しようと、申し訳ないけど、やっぱり出ませんって電話しようと思ったら、その実は港がすぐ近くなんですよ。こういうとあの僕はなんかテロの対象だそうで、住んでるとこバレちゃいけないと言われてるんですけど、まあ港近いんです、どこの港か言いません、言わないとか。でタラップ上がってね、海明に乗る一番上から携帯電話してきたんですよ。で乗っちゃうと、で出航したらもう通じないんですよ。あの高い衛星電話使うやつですよ、普通はもう携帯通じなくなるんで、いや船によっていろいろありますけど、それで母ちゃん電話してくれて、出たら後悔しますよ、一瞬ね、えこれダジャレなのかちょっとごめんなさい、私もそう思いました、私もそう思いました、気が入りますね、はい、びっくりしました、全く初対面ですけど、めちゃくちゃ思いました。いやでも母ちゃんダジャレ大嫌いなの。いやそうなんですか。お父さん、鉄腕アトムのあのパンパンパパンパパン吹いたジャスメン、元 NHK 交響楽団、
でジャズメンってダジャレばっかり言うんですよ。だからダジャレ言う人とは結婚しないと思ったそうですが、僕ダジャレばっかり言うんですよ。でもダジャレ嫌いなんですよ。でも一瞬ダジャレかなんて、いやあいつ嫌いだよね、じゃあリグレットの方かと思って聞こうと思ったらもう切れてる。うわそれで結構困ってですね。いやもう映画のワンシーンみたいじゃないですか。いや映画のワンシーン、いやすごいすごい、もう一人だけ相談したのが、さっきおっしゃったかな、動画で横に座ってる今公設第一秘書の当時清水真美、はい、当時独身だったんですよ僕の社長秘書、はいはいはい、国士なんですよ、はい、性別関係ないんです、はい、彼女は本物の国士、はい、それでその当時の清水真美に、お前どう思うってこの経緯話していったら、社長国益のためです。うわすごい。この日本女子二人に押されて、いやしびれますね。しびれないよ。いや正直まあしょうがねえや、じゃあその代わり選挙のやり方は全部覆してやろうと思って、うん、安倍さんに電話して、分かりましたお受けしますって喜んだわけです。はいはい、喜ぶから総理に説得されたんじゃないと、はい。断りの電話しようと思ったら母ちゃんが後悔しますよって言ってきたり、うん、僕の秘書が。ね、国益のためで強いからやむを得ず出るんですって言ったらすんげえ気が悪くなったですもう別人のごとく。安倍さん可愛いですねちょっとね。そうまあ本当にあのもう、まあ、亡くなったから言うのはよくないけど、うん、議員になったら総理と1年生議員でしょ、うんうん、でも2人で話した時は全然変わんなかったですね。ああそうなんですか、うん、まあ、おしそういうお人柄ですよ。いやそれでこの件最後までちょっと言うとね、ぜひもう公示までね、うん、公認出たのが2日前か、うん、それでどこまで行っていいのか分かんないけど、うん、党本部からね、うん、当然党本部しかないですよね、うん、偉い人が来られたわけですよ、うん、ってか来られたっていうかホテルの一室呼び出されて、で行ったらですね、総理のご加盟なんで、準備してきましたと、うん、他の議員の推薦団体から2つ引き剥がして、うん、青山さんにつけましたと、うん、青山さんといえども、うん、団体回らないと、うん、こんな急に出馬宣言して、うん、受かるわけないんで、うん、回ってくださいって言うから、うん、お断りしますって言ったんです、うん、そんなことやってるから、うん、例えば農協が推薦、郵便局が推薦、うん、これ僕党内で普通に言ってるんですよ、うん、当事者を目の前にして、うん、ね、うん、それをやってたら、うん、今までの農協、ね、例えば農産物の、うん、例えば輸出についてもですね、はい、今頑張ってますけど農協もでも郵便局もどこも要するに支持団体どこであってもですね、うん、その言う通りにしてたらぐるぐるなんとこ回ってて、うん、こう20日ネズミが回してみたいになるから賃金上がらないんですよ、うん、あの経済って伸びていかないと、うん、経済成長率が悪者っていうリベラルの人がいるけどそれ間違ってて、うん、リベラルなんも関係なくて、うんうんうん、新しく伸びていかないと、うん、経済は回らないので、うん、賃金上がらないんですよ、うんうんうんね、物価は単に物が足りなかったら上がるから、うんうん、だから感染症終わったばかりまだ終わってないけど、うんうん、出口は迷走になって、うん、作らなくなってたものを作るから物価上がってるんで、うん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 、でも賃金上げようと思ったら新しいところ出ていかないといけない、ね、おっしゃる通りです。シンプルなロジックですよね。だからそれを、今も多分今ちょっと仲間の人になってる、今のは1分半ぐらいで行ったと思うんだけど、これを党本部の方にも言って、うん、だから私はお断りしますと、うん、それからウグイス嬢も申し訳ないけど、うん、一切雇いませんと、うん、それからその選挙プランナーって方を連れてこられてて、うんうん、アイムさん選挙の取材はプロでも、うん、やるのは初めてだからって言われたから、だから今までの選挙ありませんから、うん、プランナーの方にちゃんと報酬はお払いして、うん、しかし一切指示は起きませんって、うん、プランナーもテレビでよく知ってる人で一緒になって、はいはいはい、いやそれでも色を決めてくださいとおっしゃるんですよ。おイメージカラーをイメージカラー僕はだから、イメージで選挙やりません、はい、ただただ遊説して、人の目を見て話すだけなので、被験者一人一人と向かい合うことしかしませんので、選挙カーだけ貸してください。はい、だいるのはその車のレンタル代とガソリン代だけで、選挙にそもそもお金かけませんと、それでチャレンジして、ダメだったら私の人徳は本当に足りないので、訴える力が足りないっていうことだから、もっと目すべしであって言ったら、結構ご不満そうだったけど、まあ、そこは僕ら出発点で、だから献金も受けない、パーティーもやらない、派閥にも属さない、後援会も作らない、後援会長も置かない、支持団体作らない、地元も作らない、これを人にやれって言うんじゃなくて、これでもやれてますよ。例えば今94人の議員集団、派閥と真逆です。お金動かないし、ポストの差配もしない、でも3つの政策掲げてそれをもう何年間かやってきましたが、94人集まるわけですから、できますよねと。で
真似してくれとは言わない。でも、うん、帰り見たら、うん、要するに今までの選挙の構造でやってたら、今までの日本の祭りごと、うんうん、今回の裏金問題で吹き出したように、うんうんうん、あのお金の問題なのに派閥にすり替えるっていうなんか評論家もいらっしゃるみたいですが、うん、それ違います。一体ですから、うんうんうん、はい、うん、派閥って古きも古い村集団があって、うん、村社会があって、うん、村の裏金作りもやってきたわけです、うん、裏金作りって言い方良くなければ、うん、要は正式に収支報告書に書いてないんだったら正式じゃないから、うんうんうん、個人所得なので、うん、税金払わないといけないですよね、うん、どうでしょう。で今主権者の側からはそもそも政治資金だったら税金かかるのもおかしいっていう、うん、いやかからないのもおかしいって問題提起が出るぐらい、うん、主権者の方がむしろ本質ってらっしゃるのに、うんうんうん、で話を元に戻すと、もうとにかくその党本部の方はよく来てくれたと思うんですが、うん、そうやって支持団体をつけるとか選挙プランだとおっしゃったから、うん、逆に僕は自分のやることがはっきりして、うん、その全部やらない選挙。いやでも私、うん、今お話伺ってて、うん、そのやっぱ青山さんがその、うん、なんですかね、その政治家じゃない立場で、うん、同じことを言われているより青山さんが政治家としてそれを実践していることの価値ってものすごいなと思うんですよ、うん、それってやっぱり外から言ってるだけだと結局中の人にとってはいやできねえじゃんみたいな感じにやっぱりなっちゃうんですけど、もう隣に青山さんというまさにこのスタイルでやれてる人が実在してるわけじゃないですか、うん、これがだからモデルになりますよね、モデルになります。それで、ええ、今回の問題で僕のこういう発言が多少メディアとかで本当、うん、ちらっとですけど、出ていらっしゃいますね、猛烈に怒る元議員とかいらっしゃるようで、うん、直接は見てないんですけど、うんうん、政治金かかんだと、うんうん、でそれ政治っておっしゃってるけど要は選挙活動ですよね、うんうんうん、そうですね。ただこれもね厳しいですけど、うんうん、僕ら立法府ですよね、うん、法律作ってるんですよ、うん、でアメリカの大統領選挙の、うん、今度の大統領選挙の公示日っていつですか。えアメリカですか、11月ぐらいですか。それはあの選挙の本番ですよね、公示日ですか。公示日、あ公示日は、10月とかですか、9月とかですか、うん、これねごめんなさい私選挙で、こっちはごめんなさいで、ある種の引っ掛け質問みたいな、違うのか、もっとそうか、長いスパンでやるから。違います。えいつですか。ないんです。ないんですか。公示制度なんてないです。そうなんですか。はい、で完全に騙されました。そうなんですか。でもこれはね、ええ、ちょっと質問の仕方もちろん申し訳なかったけど、いやいやとんでもないです、はい、私が不勉強でした。いやいや不勉強じゃなくて世に知られてないことなんですが、党と左右に選挙制度が国によって違う、同じ民主主義でも、はいはいはい、それでアメリカはアメリカだけじゃないんですけど、公示も告示もないわけですよ。だから普段から選挙運動をやってたって何も違法性はないけど、日本は、ご存知の通り、国際選挙だったら公示、はい、あります。その他の選挙でも告示があって、それまでは選挙運動しちゃいけないんですよね、はい、うんうん、そうでしょ。そうです。それが普段日常活動と称してずっと選挙運動してるっていうのは、これ法の隙間よく言って、うん、本当は違法性が、これ難しい言葉で言うと阻却できないって、違法性を完全に否定はできない、うんうん、立法府の人がそれやっていいんですか、うん、だから選挙活動にお金かかる、選挙活動やってるから施設秘書やと、うん、僕はゼロです、うん、公設秘書、国民から扱ってる公設秘書、うん、3人だけで、うん、で他の人は、まあ、僕は議員になって政治記者よりやっぱり奥に入るから、うん、40人とか、うん、多い人だと、まあ、数えてないか分かんないけど、本人の言い分だと80人とかね、すごいですね。その人件費が飲み食いもあるだろうけど、うん、主にその裏金を使ってる用途でしょ、うん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 、だから入り口の選挙から変えるとですね、これ実際僕は全部公表してるんで、うん、本当に有権者の目を見て話しただけなんですよ、うん、それで、まあ、実は例えばここに来ますと、うん、ネットを使ってね、ネットしかないから、うん、ここに来ますって言ったら嫌がらせをされてですね、うん、そうなんですか。どこの党と言いませんけど、まあ、複数の党が、選挙カーを置いたり人を置いたりして僕は入れないですよってことをやったんで、こう漠然と知らせるなと、うんうんうん、そしたら例えば高田馬場っていうか早稲田大学の学生多いところとかって言うじゃないですか、そのみんな高田馬場かなと思って来てくれるんですよ、はいはい、で選挙区が近づいていくとみんながこう右往左往されてるわけですよ、どこなんだろうどこなんだろう、それ見てる時からもう涙出ますよね、あって集まってくれるんだと。それで演説始めたらうわーって集まってこられて、もうその目の輝きね、これはもう一生忘れられない宝物ですよ。だからどんな命削ってでも、まあ、ゆうべみたいに時差のある
北欧とかアメリカとかだんだん時差が変わっていって、うん、向こうは順番寝てるけどこっちはずっと起きてない、うん、そうですね、これ日曜3半時、そうなんですか。いやでもあの時の皆さんの目の輝きを思い出せば、うん、もうなんてことないです、うん、睡眠不足も減ったくもないわけですよね、うんうんうん、限られる命をもう捧げ尽くすしかないと。でも青山さん、そのある意味こう、うん、普通一般的な日本の政治家がやってるそういうこう支持団体とかいろんなものをそぎ落として、うん、ある意味こう選挙の本質的なところだけをやってらっしゃる。だからこそそのなんていうんですかね、思いが本当にこう受け取って伝わってるんじゃないかなっていうのを感じました。すごく。いや実はその僕がじゃなくて、うん、やっぱり日本の主権者ってすごいなと思ったんですよ、うんうん、どういうことですか。いやこれだけ世界回っていろんな人と会ったけど、こんな硬い話でこんなに目輝くかよみたいな、それも世代関係ないんですよ、うんうんうん、それこそ選挙権がない、うん、さっきのあの体力の話じゃないけど、体内年齢の話じゃないけど、もう明らかに選挙権がないような子供たちから、もう本当に歩くのも一生懸命の高齢者の方まで、いい意味で同じ目の輝き。いやこれは結構長く生きてきてね、最初の選挙の時からもう60代だから、たくさんの嫌なものもいいものを見てきて、あんな目が輝く人たちって見たことないから、僕はもう命捧げても悔いないですよ。いやお金は本当ガソリン代だけなんです。ありがとうございます。いやもう本当青山さんもうプロフィールだけで素晴らしいお話を伺いできたので、まだあの一歩目あのあれです。あいいんですいいんです、でも本当に素晴らしいお話を伺いできたので、はい、プロフィールの番組終わりました。いやいやまだ続きますんで、はいはい、今のは単なる演技です。ありがとうございます。あの、はい、青山さん明日もですね、またあの引き続き青山さんにご出演いただきますので、皆さんぜひご覧になっていただければと。そういう仕組みなんです。そういう仕組みなんです。3本撮りなんで本当は同じ日に撮って、はい、同じ日に撮ってますんで、はい、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もお寄せいただければと思います、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。お騒がせしました。異様な雰囲気だと思いながら、その幹部の部屋に入って、あの政治家をやるべきだと、はい、言ったらですね、はい、その人が呆然と怒ってですね、生暗かったのしかないんだよ。会社に派閥があって、新人教育それぞれ派閥やってるとか、会社の方針もそうやってるとか、そんなガバナンスのない会社って成立しないでしょ。ありえないですね。なんで政治だけありえるんですかって、はい、だからそこに立ち返るはわずか30秒の言葉で言える言葉ですよ。